根源はルフィエンジンだが、俺たちは奴らがどこにいるのかさえ知らない。お客は自由。笑わせてくれる。連中いろいろ理屈を並べはするが、過去を奪う最大の理由は俺たちを真相に近づけないためだ。これからどうする？アストスの願いを叶え、ルフェインの干渉からコーネリアを守るんだ。お城はどうなってるのかしら。アストスとの約束だ。行こう。みんなも思い出したか。ここからは俺たちが導く。覚悟はいいな。うん。ジャック一人じゃこの先無理だろうしね。私たちはそのためにここまで来た。ジャック、俺たち頑張るからな。ここからだ。アッシュ、当てにしてもいいか。任せて。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。終わりだな。
手元に戻るから。遅かったのか。セーラ姫は？ここにはいないようだ。ジャック様、皆さん。王と王妃、大臣は民の説得のために外に出ました。お二人を見ましたか？ご無事でしょうか。いや、残念だが。ジャック様、私にできることはありますか。町は感情が渦巻く場所だ。闇と感情が結びつくとカオスが生まれる。そう考えるとこの世界で最も危険なのはこの町ということになる。町を離れろとおっしゃるのですか。それはできません。私たち王家の者はこの町に残る義務があります。あなたたちがカオスになるわよ。私たちはそんなこと望んでいないの。それが定めなら仕方がありません。お姉様。外に出たら起こしてやれ。逃げるしかない状況になればザレ言は言わないだろう。分かった。セーラとミアの護衛は任せる。俺が道を切り開く。後からついてこい。アッシュ、俺たちも踏ん張りどころだ。分かっているけど、ジャック、後ろは気にせず、あんたが思うように進んでくれ。
クリスタルを解放するからこんなことになったんだろ。ああ、その通りだ。お前らのせいだぞ。何が光の戦士だ。やっぱりカオスの手下なんだろ。だったらどうする。ここで死にたいなら死ね。生き延びたければ俺の仲間と一緒に来い。健康だ。ここからだ。これで行く。
先行だ。さて、これで行く。見てるよ。先行だ。今さら俺を頼るのか。私は疑ったことなどありません。俺の近くは危険だ。後ろから来る仲間に合流しろ。ありがとうございます。ほどなく出口から守りきるぞ。殿方にぶたれたのは初めてでした。ああするしかなかった。一人戦うあなたの背中を見て気がつきました。私は間違っていたのだと。私とミアはこの混沌とした世の希望の光となって生き続けるべきですよね。それが王家に生まれた者の務めなのだと思い直しました。うん、お姉様を支え皆さんの希望の光として生き続けます。セーラ様、皆さん頑張りましょう。力を合わせてこの苦難を乗り越えましょう。希望を捨てちゃいけないわ。外を見てくる。俺たちも行こう。セーラ様がいれば方々がいるんだ。外はこれまでとほとんど変わらないな。どこへ行く？提案だが、プラボカはどうだ。今はほとんど無人のはず。ああ、明暗だ。ネオン、ソフィアたちを呼んでこい。うん。
セーラ姫たちはあそこまで歩けるかな。ジャック来て早く。この音楽はとても好きです。この装置ごとお貸ししましょうか。いいえ、もう覚えてしまいました。この曲をリュートで弾けるように工夫しますね。完成したら聴いてくださいますか。私はよそ者です。ほどなくどこかへ行ってしまいます。そして姫は忘れてしまうでしょう。忘れるものですか。随分な自信ですね。初めての恋は忘れないと聞いています。まだお名前を聞いていません。ジャックです。もちろん知っています。仮名を。ああ、ガーランドです。私はジャック・ガーランド。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラー様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。
触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。わかったでしょう。ルフェインが世界を歪ませ、ストレンジャーが光と闇の調整弁になっています。しかし、均衡が崩れれば、彼らは世界を再創生してしまうのです。コーネリアの文明も命も、彼らには関係ない。何を言っている、アストス。導いているんですよ。彼らにはカオスを制御できない。だからこそ、そこにチャンスがある。この話をするのは三度目です。あなたが言い出したことですよ。記憶は感情の拠り所だ。感情の起伏はいとも簡単に君を魔物に変えてしまうだろう。カオスになれば帰還を諦めてもらうしかない。ベテランは貴重だ。次も帰ってこい。混沌の闇は我々が排出する物質だが、強い負の感情と結合すればカオスとなる。記憶の操作で感情を制御する技術は進んでいるが、カオスになれば制御不能だ。不確定要素は恐ろしい。今がその時だと思う。うん、賛成。あとはジャックに託しましょう。じゃあ最後の仕上げといこう。王家の悲劇は誤算だったが、でも今回は楽しかったな。ジャック、感情に身を任せろ。闇の中を生きなさい。ルフェイン人が最も恐れるのは制御不能のカオス。ん？何をする！ヤク、この世界に根付くカオスとは闇を制御できず死んでいった。俺たちストレンジャーの慣れの果てだ。カオスを倒したとき正体を見たはずだ。私たちは光の戦士なんかじゃない。ルフェインからこの世界を解き放つために何度も何度も失敗して闇に落ち続けた。この世界にいるべきではないと。でも今回はアストスが上手に導いてくれた。初めてみんなが生きてここまで来た。あとはあんたが闇を支配できれば。闇に打ち勝つんだ、ジャック。闇の支配だ。たとえどんな姿でも力をぶつけなさい。さもないとここで死ぬわよ。ソフィア、お前もか。やば。アッシュ、本当にこれでいいのか。ジャックを信じよう。もう迷うな。さすがジャック、一筋縄じゃいかないな。本当ね。でももう失敗はこりごり。悲しいわね。その程度の力しかないの。
黙れ黙れ黙れ。倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。ダメだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。私はソフィア、よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。この世、暗黒に染まりし時、
4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？なんてことだ。戻すな。忘れさせてくれ。頼む。やめてくれ。どうすればいい？アッシュ、ジェド、ネオ、ソフィア、どうすればいい？アスタス、どうする？回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。導いてくれるんだな、カオス神殿に。